の戦いはスペイン継承戦争における戦闘の一つで1709年9月11日にグレートブリテン王国オーストリアネーデルラント連邦共和国同盟軍とフランス軍が現在のフランスノールパドカレー地域県ノール県で衝突した1708年のアウデナールでの戦い続くリール包位戦でフランス軍は南ネーデルラント及び フランス北部の重要拠点を失った。加えて1709年になると玄関がヨーロッパに吹き荒れ、フランスを含む諸国は基金に苦しんだ。この状況で窮地に追い込まれたフランスを売るい14世は和睦を考えるようになり、まずはオランダと単独交渉、続いて同盟国すべてとの交渉に移った。フランスはトルシー以降、オランダはアントン・ヘインジウス、イギリスは チャールズ・タウンゼンドと、マール・バラ・コー、ジョン・チャーチル、オーストリアは、プリンツ・オイゲンが選ばれ、5月20日に、ハーグで会談した。27日、同盟国がフランスに突きつけた、和睦の条件は、以下の通りである。スペイン王位は、ルイ14世の孫フェリペ5世から、カール大公に移す。ネーデルラントの都市リール、ネ年、モビュージュをオランダに割上する。 同じくネーデルラントのトゥルネー、イーペール、モンス、ナミュール、シャルルロワ、ルクセンブルク、ダンケルクから、フランス軍を引き上げさせる。ドイツのライン川方面のストラスブール、ケールからも撤退させる。ポルトガルサボヤにも国境面で譲歩する。ところが、条件が、ベルサイユ宮殿に届くと非難が巻き起こり、フェリペ5世の退位が問題視された。 ネーデルラント戦線は劣勢だったがスペインではフランス側のフェリペ5世が有利で同盟が支援するカール大公はカタロニアしか保てない状況であった。しかもフェリペ5世本人は退位を拒みスペイン国民もフェリペ5世支持に傾いていてフランス側が圧倒的不利ではなくフェリペ5世に退位の意思がない現状では和睦の可能性はなかった。かくして ルイ14世は和睦を拒絶、戦争は再開された。ルイ14世は国民に協力を訴え、死費を戦費に充てた。国民と貴族もこれに応じて、徴兵と財産教室に志願、祖国の防衛に加わった。フランス軍は防衛に徹することを選んだが、人選が問題だった。ネーデルラント戦線は、バンドオムうが1七百六年から1七百八年まで、 担当していたが、アウデナールでの戦いとリール方位戦で、同盟軍に敗北したことと、共同戦線を張っていた、ルイ14世の孫のブルゴーニュコールイと同様の、ベリックコート対立したことが原因で指揮権を取り上げられていた。防衛軍に選ばれた将軍はビラールだった。ビラールは戦争中は主にライン側戦線で、活躍していたが、言動に問題があり、たびたびフランスの同盟者だった。 バイエルン戦抵抗、マクシミリアン2世と対立していたため、重要な局面に遭遇せず左遷されてばかりだった。しかし、有能でもあったため才能を惜しんだ、ルイ14世によって再登用されていた。この時も危機的状況の中で選出され、ビラールも期待に応えるべく徴兵と、食糧調発に全力を尽くし、兵士たちに呼びかけて、士気を高め軍隊としての規律を叩き込んだ。 そうして、軍隊を集めたビラールは防衛線の構築に、奔走した。かつては、イーペルリール・トゥルネー・モルターに混んでサンジスラン・モンスに、沿って広がっていたが、リールの陥落で、ほころびが生じていたため、防衛線を二重に張ることにした。新たな防衛線の範囲はエール・サンブ・ナンベ・テューヌ・ヌラバセ、ドゥエ・バ・ランシエンヌ・モブージュまでと決められ、 ビラールはこの内ベテューヌからドゥエーまで防衛線を築き、後にモブージュまで範囲を広げ、防衛線の中間にあたるドゥエーで同盟軍を待ち受けた。ビラールが準備を進めている間、同盟軍は、ウ点のため行動が遅れ、ヘントで軍を整えた後、作戦をリールから東のトゥルネー陥落に決めて6月27日に行為を開始した。ラールの動きも気になるため、はじめ、 第二防衛線を攻めると見せかけて難進したが、途中でトゥルネーに変更して、東に進み、ビラールからトゥルネー守備隊の一部を引き抜かせた。しかし、トゥルネーは堅固な要塞で、幾重にも残豪が張り巡らされている上、都市に地雷を埋め込み包囲軍を苦しめた。包囲軍も雨で攻撃用の残豪がぬかるみ、兵士たちが地雷で進むことをためらったため、9月3日の、 陥落まで2ヶ月以上も時間がかかった。同盟軍はさらに闘神、7日に、モンスを包囲した。ルイ14世も、事態を重く見て、ビラールに出撃命令を下し、前年にリールを守備していた、ブーフレールも、ルイ14世に申し出て出陣した。同盟軍がモンスを包囲した7日に、モンス南方のマルプラケ村で、両者は、合流、7日から8日にかけて、 陣の構築に取り掛かった。ビラールは左右それぞれにある森に目をつけ、左翼と右翼それぞれを森に潜ませ、残酷を築き切り倒した木を鎖で繋いで要塞に作り変えた。森の中間にも防衛線を敷いて陣地を固めた。一方、同盟軍もモンスを包囲しながら積極的に攻撃しようとしなかった。すでにビラールがマルプラ家にいるため、 フランス軍の攻撃を誘っていたからである。しかし、ビラールが陣地構築をしていることを知ると、完成前に叩くべきとの考えから、フランス軍攻撃に移った。背後を固めるため、サンジスランは10日にモンスから派遣した兵で落とし、モンスには一部を包囲に残し、トゥルネーから来る予定の援軍を待ち合わせるため、決戦は11日と定められた。そして午前3時、同盟軍は、 フランス軍陣地へと、新軍、くじに攻撃を開始した。マルプラ家の戦い同盟軍の左翼は、オラニエ公ハン・ウィレム・フリーズを率いるオランダ軍が、受け持ち、ヘッセン・カッセル・キ兵は、オランダ軍の後方で待機、中央は、同盟軍の武将・オークニー・京都ビューロー、ビュルテンベルク兵が配置、右翼は、ロットム、シューレンブルク、および、トゥルネーからの援軍を引き連れたウィザーズで構成された。 マール・バラ公は、中央、オイゲンは、右翼の指揮を取った。マール・バラ公は、敵の左右両翼に圧力を加え、敵がどちらかに援軍を加えて、中央を手薄になるよう誘い、兵力を集中して、中央を突破する戦術で勝利してきた。マルプラケでもこの戦術で、フランス軍撃破を狙い、オランダ軍とドイツ軍が、フランス軍が潜む森を攻撃した。しかし、 森の守りは固く右翼のロットム、シューレンブルク、ウィザーズは突破できず、左翼のオランダ軍は5000もの大損害を出して、敗走した。ヘッセンカッセル機兵の補充で、左翼は保たれたが、戦況は、硬着状態に陥った。右翼は、ドイツ軍の物量差で次第に同盟軍が優勢になり、ビラールは、やむを得ず、中央から左翼への増援に回して、フランス軍を押し返し、 オイゲンも銃弾が耳をかすめるほどの激戦となった。オイゲンは手当てを拒絶して指揮を取り続け、昼前にフランス軍を森から追い出して占領した。左翼にやってきたビラールは反撃を試みたが、同盟軍の一斉射撃で左足を負傷、気絶して後方に運ばれたためブーフレールが代わりに指揮を取った。フランス軍左翼は交代、中央も 陣地を放棄したため同盟軍の手に入った。残る右翼は、オランダ軍のサイドの突撃を防いで抵抗を続けていたが、中央の厚みが手薄になり、マールバラコーは3万を超える騎兵を中央に集めて突破を命じた。ブーフレールは、同盟軍の総攻撃に抵抗して、同じく騎兵の突撃で阻んだが、左翼の退却と右翼の突破で限界が近づくと、 総退却を命じて整然と交代した。同盟軍も損害が大きく追撃に移れなかった。午後3時に戦闘は終了。同盟軍の死傷者は2万4000にも上り、フランス軍の死傷者は半分の1万2000だった。勝利したとはいえ同盟軍の損害は、フランス軍より大きく、手放しで喜べる結果ではなかった。マール・バラコーは、 ヘエンシウスとツマさらに宛てた手紙では僕が結ばれると楽観的な姿勢ながらも被害の大きさを認めている。一方、負傷から立ち直ったビラールはルイ14世に宛ててこのような戦いをもう一度続ければ敵は滅んでいるでしょうと誇らしげに書き送った。フランスは戦意を取り戻し、フランスに戻ったビラールはルイ14世から歓迎されている。まだフランスに 底力があると分かった以上は僕の可能性はなくなり、マールバラ校の見通しとは逆に遠のいていった。同盟軍は改めてモンスの包囲に取り掛かり、フランス軍は対抗のためブーフレールとベリックをモンス南西に送ったが、同盟軍への防御が堅く攻撃は見送られた。10月21日に、モンスは降伏、1709年の戦役は終結した。しかし、イギリスでは、 あまりの被害に野党のトーリー党を中心にマールバラコを非難する声が巻き起こり、スペイン問題解決までは僕しないとの方針であった、与党のホイッ党及びマールバラコの立場は危うくなっていた。アンジョ王はホイッ党を嫌いトーリー党を信任、逆にマールバラコに不信感を抱いた。翌年にマルバラコの友人で、 大倉教シドニー・ゴドルフィンが降鉄され、総選挙でホイック党が敗北、トーリー党が与党に変わってからは、マール・バラコは降鉄を確信、以前のような機動力を活かした大胆な戦略から防衛戦の都市陥落に変更した。そして翌戦七百十一年、トーリー党はマール・バラコを資金横領を口実にして司令官を、非免、同盟国を抜きにして、 フランスとの秘密交渉に入り、1712年に大陸からイギリス軍を引き上げさせ、和睦に邁進していった。残された同盟軍もドゥナの戦いで、ビラールに敗れたことを機にフランスと和睦に入り、1713年にユトレヒト条約、1714年にラシュタット条約を締結、スペイン継承戦争の終結につながった。ともきよ。 P249P252 マッケー P152P156 トモキヨ P252P258 マッケー P156P160 トモキヨ P258P261 マッケー P160P161 ありがとうございます